明日から佐賀市恒例の佐賀城下ひな祭りが始まります。今日は一足先に内覧会があり、可愛らしいひな人形が市内を彩っています。佐賀市内の歴史ある建物などを会場に毎年開かれている佐賀城下ひな祭り。今年のテーマは宝物。佐賀の歴史や文化を感じるおひな様が市内各地に展示されています。このうち佐賀城本丸歴史館には10代今泉今右衛門さんが制作した姫皿や11代が制作した殿皿が展示されています。中には鍋島焼でよく見られる墨弾きという技法を使った美しい作品もあります。またこんなものも。こちらは11代今泉今右衛門さんが制作した小さなお道具です。手のひらサイズの作品に繊細な技術が施されています。佐賀市松原にある旧福田家では、佐賀の伝統工芸佐賀錦をまとったおひな様も。佐賀錦振興協議会の会員らが手織りした華やかで気品のあるひな人形です。一方こちらは彫刻館。鍋島家に嫁いだ婦人たちの宝物、ひな人形やひな道具およそ500点が並びます。また鍋島家の13代当主直康が収集したミニチュアカーは初公開。車好きの直康が1960年から81年にかけて国内外で収集した宝物です。宝物ということでですね、各館、佐賀の宝物、素敵なものを用意してお待ちしておりますので、皆さんぜひご来館いただければと思います。